どうも、宇津井龍斗です。皆さん、動画いつも見てくれてありがとうございます。今はね、ロックンロンディという企画を、なんともわがままな企画をやってますけども、まあね、一応今ロックンロンディは後半ということで、残りあと4曲ぐらい上げれば終わりなのかな、うん、まあ頑張ります、お願いします。まあ今日はね、歌ではなくて喋りなんですけど、なんで喋りなのっていうことなんですけど、そうですね、バンドの現状についてちょっと話してなかったんで話そうかなということで動画回してるんですけど、前からこのチャンネルを見てくれてる方はご存知だと思うんですけど、もともと4人組でね、水星虫っていうバンドを組んでて、それでやってたんですよ。やってたっていうか大した活動はしてないんですけど、めっちゃ組んでたんですけど、ドラムの方が抜けまして、今3人なんですよ。3人になって、で、ドラムが抜けたということで、わあ、どうしようかなというふうに思ってたんですけど、そしたら、ギターの、ちょっと明るくなっちゃった、ギターの富田さんが、3人でも別にいいんじゃないかと、バンドで例えたら、初期の RC サクセションみたいに、ドラムがいなくても、すぐフォークスタイルの曲っていうのはできるし、ドラムがいなくても音楽っていうのは全然できるから、それでやっていけばいいんじゃないかって言われて、ああ、もうそうだなと思って、もうロックバンドを組むことしか考えてなかったんで、バンドの形っていろいろあるじゃないですか。なんで、それもなかなか面白そうだと思って、今そんな感じですね。なんで、バンドは今ドラマいないんですけど、3人でやっていって、いろいろ活動していく中で、僕らのことを気に入ってくれる人がいたら、気に入ってくれるドラム叩ける人がいたら、可能性低いですけどそういう人がいたら、そういう人いろいろ話してって、あ、この人ならいいなと思ったら、その人をメンバーにして4人でできたらいいのかなというふうに思ってます。焦る必要はないですからね。ゆっくりゆっくり、富田さんも言ってましたけど、ゆっくりゆっくりね、やってって、だって3人で活動してって、その3人のままもし注目されたら、もう3人でいいんじゃねえかっていうふうにも思ってますけどね、でも4人いた方がいいのかなわかんないですけど、焦らずにね、探していこうと思います。なんで、で、一応バンド名も変わったんですよ。水星虫っていうバンド名だったんですけど、バンド名を変えようってことになって、変えんのかと思ってたんですけど、でも変えた方がいいのかと思っていろいろ考えてたんですよ。で、僕ももう本当何個か、もう何十個かもう候補を出して、でもしっくりこないなみたいになってて、で、最後の最後にクレヨンズっていう名前が残ってたんですよ。で、僕絶対これ却下されんなと思ったんですよね。でも一応言わないよりはいいかなと、一応言おう、もうそのあるんだから言った方がいいなと思って、あとクレヨンズっていうのもいいと思うんですよねって言ったら、受けてですね、バンドメンバーの間で、あ、クレヨンズ可愛いってなって、クレヨンズにしましょうってなってそのままバンド名に決まりました。なんで今クレヨンズというバンドでやってます。ボーカルが私宇津井龍斗、ギターが富田優斗さん、ベースが菊池浩一さんの3人でやってます。クレヨンズというカタカナでクレヨンズっていう、クレヨンズ、お絵かきのねまさかこれがバンド名になるとは思ってなかったんですけど、でも今思えばクレヨンズでよかったんじゃないでしょうかね。ということで、バンドは一応3人でやっていく中で、僕らのことを気に入ってくれるドラマーの人がいたらその人がメンバーになればいいですけどね、ゆっくり探していこうと思います、ドラマーはね。で、あともう一つ話したいのが、ソロ活動というか僕の個人としての活動についてなんですけど、今ロックンロンディっていうやってるじゃないですか。これ一応個人名義でやってるんですよ。ロンディですから僕一人でやってるんですけど、もちろんバンドの活動を僕はメインにしたいんですよ、やっぱり。せっかく組んだバンドだからバンドをメインしたいんですけど、でもバンドをやっていく中でやっぱり
僕一人でもなんか活動したいなっていうふうに思ってるんです。やっぱりバンドの宣伝にもなるし、やっぱりバンドで集まろう、あでも一人予定が入っちゃって集まれなくなっちゃった、じゃあ今日はなしだ、じゃあもう今日はちょっとじゃあ別日にしましょうっつって、まあそういうことってまあよくあるじゃないですか。まあ予定が合わなかったりそれは致し方ないんですけど、そこでやっぱりね、そういうことがどんどん起きちゃうと、やっぱりバンドとしての活動が停滞しちゃうじゃないですか。まあしょうがないんですけど、だけどバンドで活動できなくても僕一人では動くことはできるじゃないですか。なんでまあ一応ロックンロンディーとしてやってる曲は僕ソロ、僕個人でやりたいなっていうふうに思ってる曲なんですよね。なんでまあ個人、僕ソロでも曲を作ってやる、バンドとしても曲を作ってやるっていうふうに、なんかバンドと並行して僕一人で、一人だけでもなんか活動できたらいいなっていうふうに僕は思ってますね。そうしたらバンドの宣伝にもなるし、僕個人の宣伝にもなるしまあでもね、ソロ活動行き過ぎちゃうとバンドの活動おろそかになっちゃうんで、まあ、そこはまあバランスを考えてやりますけど、まああの一応ソロではなロックンロンディーとか、まあ他の企画もいろいろ考えてるんですけど、まあ、今ここで言えないですけど、他のことやったりとかして、でまあバンドはバンドでやったらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんでまあバンドをやりつつ、バンドとソロ活動を、ソロ活動というか僕個人の活動をこうなんていうのかな、並行してバランスよくできたらいいなというふうに僕は思ってますね。うん、やっぱりその集まろうってなってたけど誰かが予定合わなくて集まらなくなっちゃったって時に、やっぱりそこで何もしないのはやっぱりもったいないんで、そこでなんかいろいろ僕個人でも YouTube でなんかやるとか、まあなんだろうね、まあいろんな方法はありますけど、それを自分の中で考えて、それをまあ一つ一つできたらいいのかなというふうに思ってます。とまあこんな感じです。僕はあのね、あんまり長く喋っちゃうとあれなんでここら辺にしましょうかね。はい、ということでまああの今度またロックンロンディー残り多分あと5曲か4曲ぐらいだと思うんですけど、それを上げてね、今上げたいと思います。一応今制作中です。お楽しみに。はい、そうですね、制作中ですお願いします。まあロックンロンディーが終わったらまた次の企画もねいろいろ考えてるんで、まあまだ言えないですけど、具体的にはなんかこういうの面白そうだなっていうのを、やっぱりねどんどん面白いことを、自分が面白いと思ったことをどんどんやっていきたいと思いますんで、このチャンネルでもね、バンドとしてもバンドの間でこれやったら面白いんじゃないかっていうのを考えてやっていきたいなと思います。僕個人でも、あこれやったらおもろい、これ多分面白そうだなっていうのをやっていきたいと思いますんで、皆さんお願いいたしますね。ありがとうございます。いつも動画を見てくれて、たまにコメントくれる人とかいますけど、非常に嬉しいです。励みになります、それが。ありがとうございます。ということでまあちょっと跳ねすぎましたねということでまあ次の動画はそんなロックンロンディーから1曲あげようかなっていうふうに思ってます。はい、ということでどうも薄井龍斗でした。さよなら。熱中症に気をつけてください。コロナもですね、体調管理にはしっかり気をつけてください。さよなら。